で続きまして食材なんですけれども、まあ、普段スーパーに行って何を買っているかというと、まあ、肉、魚、卵、野菜、キノコ類、まあ、これが中心となっています。でお肉で多いのはほとんどまあ豚肉と鶏肉ですね。豚だとバラ肉とか細切れとかロースとか、例えばこう塊とかもちょっと安かったら買ってみたりとかしますし、鶏はですねちょっと鶏胸肉に飽きてしまったので最近ほとんど鶏もも肉が多いです。牛肉も買いたいなと思うんですけど、どうしても国産だと高いのでOG ビーフでちょっとお安く手に入ったりするときとか、あとはまあラム肉があったりとか、まあ、そういうのをたまに食べたりするようにしてます。魚はですね結構切り身を買ってくるので、鮭とかブリとかカジキとかサワラとかタラとかですね、まあ、そういったものをまあ焼いたりムニエルにしたりホイル焼きにしたり鍋にしたりとか、まあ、そんな感じでお魚も結構食べるようになりました。野菜はですね、まあ、レタスとかもやしとかナス、大根とか、あと結構小松菜使うことも多いですし、豆苗とか、まあ、そういう感じであんまりその糖質が多くないもので、キャベツとか美味しいけども糖質が多いんで、まあ、その辺はたまに食べるっていう感じです。果物で買うのはアボカドだけですね。でそういったメインとなる食材があって、でどんな調理をしようかなって言ってこうお野菜とかいろいろ買ってきて、でそれでもやっぱりこう足りないなとかもうちょっと欲しいなっていう時に、補食として厚揚げとか、あと豆腐とか薄揚げ、糖質ゼロ麺を使うことも結構多いです。あとツナ缶ですね。でツナ缶もノンオイルにしたりとかオイル入りがいいかなとかいろいろ思った結果的に、今はスーパーノンオイル、つまりオイルが全く入っていないツナ缶を買っています。なぜかと言いますと、オイルは体にいいけれども、そのツナ缶の中に含まれているオイルっていうのが、まあ、オメガ6系だったりするので、オイルが含まれていないツナを買って、オイルは後から好きなだけ足せばいいやというような感じで、ということでツナ缶はノンオイルのものを今使っています。オイルはですねやっぱりすごく大事だなと思っていまして、脳もですね水分を取ったら、脂質が多いって言われてるぐらいなので、いかに質のいいオイルを体の中に入れていくかっていう中で、炒め物とか焼くとか揚げるとか、そういった熱を加えるものに関しては全てオリーブオイル、そして香りをつけたい時にはバターを使っています。でとにかくひたすらかけるだけっていうものに関してはこちらの MCT オイルを使っています。ということでオイルに関しては私が使い分けをしているのはこちらの3種類になります。で、まあ、こんな感じで冷蔵庫にいつも調味料が入ってるんですけども、マヨネーズとかもありますし、あとはオイスターソースとか、あと豆板醤とか金盛り式ナンプラーですね、まあ、こういったものですとか、まあ、そこまで気を使わなくていいかなと思ったんですけれども、なんか小麦を使わないって書いてたんで、まあ、こんな醤油があったりとか、あとちょっとね甘いものが欲しい時にこういうそのソースがあったりもするんですけど、まあ、この中でですねもう本当にハマっているというか、これがあれば味が決まるというのがですね、こちらのあごだしです。いつもカルディさんに行って買うんですけれども、スーパーにもあごだしいっぱい売ってるんですけれども、こちらのあごだしがですね、大さじ1杯15ミリあたり炭水化物 0.9 というところで、まあ、糖質も非常に抑えられていて、例えば年末もですね糖質ゼロ麺を使った、鶏南蛮そばみたいなものを作ったんですけど、本当もこのあごだしだけで味がバシッと決まったりするので、これ皆さんに今おすすめしています。とっても美味しいです。あとはもう、まあ、あんまり頻繁には使わないようにとは思ってるんですけども、ごま油とか、まあ、砂糖の塊だって言ってたこの胡椒ですね、と、まあ、お塩とかラー油とか、まあ、カレー粉、あとこれも美味しいですよね、クレイジーソルトとか、まあ、こういう感じで使っていて、断頭ではなかなかこの辺の、調味料というのを使うことができないので、そこはちょっと美味しいものを食べたいというところで緩めながら、こういうものを使って調理をしています。で、私は料理が苦手で本当に好きじゃなかったので、まさか自分がですねこんなに毎日料理を作ることになるとは思ってなかったんですけれども、結果的にその食事のこととか栄養素のこととかいろいろも勉強すればするほど、目に映るものも全部も何も変えない、じゃあもう作るしかないと思って、で例えば麻婆豆腐とかチンジャオロースとかにしても、ああいうなんとかの元っていうのがないと料理って作れないものだと思っていたんですけれども、もう今となってはですね、ああいう、まあ、調味料っていうのがいくつかあったりするので、もうちっちゃい皿と
このスプーン一つあればあと混ぜるだけっていう感じで、そういうなんとかの素っていうのも全く必要ないんだなというのを今更ながらにして感じております。あとはですね、小麦粉とか片栗粉とかパン粉とか、本当に美味しいものを作るときには絶対それ必要だなと思うんですけど、やっぱりそこもちょっとね、アレンジといいますか、いわゆるこういうおからパウダーを使ってみたりですとか、あとはこちらはですね、こう粉豆腐っていうんですけども、こういうのをつけてちょっとこうムニエルにしてみたりとか、ちょっとフライっぽくしてみたりとか、その辺をですね、アレンジしながら使っています。ラカントも家にはあるんですけれども、やっぱりラカント自体がインスリン云々とか、その吸収されるとかそういうことではなく、甘いものというものを体内に入れるということがやっぱり何らかの反応っていうのを起こすみたいなんですね。なので前はラカントを使ってその砂糖代わりにして、調理をしてたんですけども、最近はあんまりそれもしなくなって、だいたいですね、先ほどの、調味料を使いながら今日は何作ろうかな、何食べようかなっていうのを結構作ることも食べることも楽しみにしています。ここにはですね、電子レンジがないので私の調理はすべて火です。で、次引っ越すときはさすがに料理も結構するようになったので、電子レンジとあとオーブンっていうのは買いたいなとは思っているんですけれど、今現在電子レンジがない生活を3年ぐらいしているんですが、意外となくてもきちっとこう料理ができるなっていうのと、ないことによって電子レンジで温めてすぐ食べられるものっていうのは買えないっていう、ある意味メリットであってデメリットでもあって、でも体にとってもメリットかなっていう部分もあります。では今度、じゃあどんなレシピを参考にしているんですかっていうところなんですけど、これ多分皆さんとそんな変わらないと思うんですね。例えば YouTube ですと、リュウジさんのバズレシピっていうのを見ながら、やっぱ酒飲みっていうのはお酒を飲んでる人を見るのが多分すごく好きなんだなと思うんですけど、そういうそのね、作っている姿っていうのもすごい面白いなと思いますし、そのリュウジさんの場合はものすごい簡単、食材も少ないし調味料も少ないので、そういった意味では非常にこう簡単に作れるっていう良さもあります。 YouTube の方でクラシルさんの動画だと、料理人さんっていうのが調理をしてたりとかするので、ネックとしては調味料が多すぎるって、そんなに買えないし、こんだけやるのはさすがに料理嫌いだった私としてはしんどいなと思うところはあるんですけど、一手間加えた料理というのは割とそのクラシルさんのレシピを参考にしたりする場合もあります。で、その他ですね、クックパッドとかキッコーマンさんとかレタスクラブとか楽天レシピとか、そういったのは今日は、豚バラを使いたい、そしたら豚バラのレシピは何かなとか、今日は、鮭を食べたい、じゃあ鮭のレシピは何かなということで、家にある食材を使って何を食べようかって思った時には、結構そういうサイトっていうのもものすごくたくさんレシピがあるので、おかずだけを食べる分に関しては糖質ってそこまで気にしなくても、たくさん料理を作ることができるので、その辺をいろいろとこう参考にしながら、美味しいものとか、あとたまにアレンジしすぎて、やっぱりアレンジしすぎるとですね、美味しくないんです。なので本当はこの調味料がいるのに糖質が多いからって入れないばっかりに、まあまあの味になるとか、そういうのは、失敗はあるんですけれども、それも含めてですね、作ること食べることっていうことを結構楽しむようにしています。で、次の段階の目標としては、栄養士さんと一緒に一皿で 10g 以下の、レシピで美味しくて簡単にできて満足のいくもの、そういうそのレシピをですね、一緒にこう開発していただけるような方がね、いらっしゃったらいいなって、そんなレシピをね、作ったりするのも今度やってみたいな、なんていうのが次の段階の目標です。たくさんの方とお話ししているとですね、どの年代の方であっても、男性であっても女性であっても、頭が痛いとか生理痛が重いとかだるいとか眠いとか疲れが取れないとか、何かしらの不調っていうのがあったりすると思うんですね。でもその不調ってもううーってなるような不調じゃないので、なんかいつも存在している当たり前のものって思われている方も結構いらっしゃいます。なので、ね、頭が痛いけど、あ、いつものあの頭の痛み来たな、でも薬飲むのって嫌いだから我慢しようと思って、ずっと頭痛いの我慢するのって結構ストレスになったりとか、他にエネルギー持っていけなかったりしますよね。体に不調がないっていうことはどんなことかって一言で表すならば、私は楽ということを感じています。そして不調を考える必要がない、無駄がない、効率的に動くことができるというところで、なぜ私がこういったことを断言できるかというと、頭が痛かったことも生理痛が重かったことも体がだるかったこともぼーっとしていたことも、
いつも一年中風邪ばっかり引いていたことも全てこの体で起こっていたことだったんですね。でそれって当たり前だと思っていました。なんですが今現在それから20年も経って20年もこの体器を使い続けて老化をしているにもかかわらず体調不良が一切ないということ、何の不調もないということがいかに楽なのか、そこに意識を1ミリたりとも傾ける必要がない。そうすると自分がやりたいこと、活動したいことに全てのエネルギーを注ぐことができる、こんなに楽なことはないということを、その食事とか栄養素を体にきちっと入れて機能させるとか、そういったことが分かったからこそ不調が取れることの楽ということを皆さんに知っていただきたいと思っています。食事とか栄養素とか、この体は食べたものでできているということをもう一度再認識していただいて、何のために食べるのか、何のために摂取するのかっていうことは人それぞれだと思うんですね。痩せたい人もいれば効率的に動きたい人もいますし、脳を活性化させたい方も体を整えたい方も精神を丈夫にしたい方も、これ全て口から入ってくるもので全部変わってきます。そしてもしかしたら飢餓状態を作ることによって細胞の老化というものを抑制できるかもしれない、こんな面白いことってないと思うんですね。ということで今回は私が普段何を食べているのかということと、なぜそういうことをしているのかという理由ですね、それについていろいろな角度でお話をさせていただきました。不調がないということがいかに楽かということをですね体感していただけたらなと思っていますので、まあ、私の話を聞くだけではなくですね、私もですねこんな感じで、いろんな説とかいろんな先生の、書籍を読んだりとか、まあ、ブログを読んだりとかして、一体何が正しいのかなとか、この仮説に関してどういう結果が生まれるんだろうなとか、そういったことをですね日々こう実験しつつ楽しみつつ、過ごしております。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。